い、どうも、りょうへいです。よろしくお願いします。はい、ということで本日ね、何本撮りだっけな、5、6、7本ぐらい撮ってる最中なんですけど、暑いんですよ皆さん。ふと、皆さんっていうか僕だけかな、思ったのが、まあ、しかもこの論争って結構前からあると思うんですけど、夏守備手するしない論争ってあるじゃないですか。あれ、夏暑いです、夏汗かいちゃってしゃあないけれども、暑いから守備手を外すのか、それとも暑いけれどもグローブとかにね、汗を染み込ませたくないから守備手をつけっぱにするのかっていうのがね、論争があると思います。はい、そんな時にね、これでね、比べてみたいと思うんですよ。こっちフィンガーサポーターズ、ここだけのやつ、こっちは守備手と素手、実際使用感ってどうなんかなっていうような。で、一つのグローブで、まあ僕の場合だったらミットですね、一つのミットでこれだけ 1,2,3 パターン何が違うのかなっていうのをやっていこうかなと思います。僕は高校の時は守備手あり派でした。と同じ畠山のミットを使っていたので、まああんまり裏側に対して直接触りたくないなっていうのもあったので、僕は厚さを我慢して、まあ、その時はね、やっぱ1個のミットっていうので、やってたので、そういう気を使ってやっていましたね。ただ今ってまあ結局僕今カムミットしか試合とか使ってないですけど、それでもね、同じミット使い続けてるけれども守備手してないんですよね。フィンガーサポーターは正直僕キャッチャーミットの時はあんまりしてないです。たまにしてますけど、ちょっと普段素手の人間がやるので、検証になるかって言ったら若干微妙なところはありますけど、僕独自の使用感、まあ、野球道具付きとしてちょっと検証できればなというふうに思っています。なんでさっきも言った通り、使用するミットは1個、それで感覚変わっちゃうとあれなので、普通にキャッチボール、受けてって取った時、まあね、ちょっと座ってキャッチングなんかもして、ああどれがいいのかなっていうのも、ちょっと検証できればなと思います。それではやっていきます。はい、じゃあまずね、草野球になってからはほぼ全くつけなくなりました守備手をつけた状態でやっていこうと思います。ちなみに、今回僕何もここにパッド入ってないやつも持ってるんですけれども、フィンガーサポーターのパッドっていう意味を含めて今回はちょっとパッドありで検証していこうと思います。あ、待った、はめた感じはね、やっぱなんか一枚皮を感じるのと、でも手の中のフィット感っていう点ではあんま変わんないかな、フィット感は。ただちょっと窮屈にはやっぱ感じる、普段素手の人間が使ってると。あー、取った感もあんま変わんないのかな。まあ外して取ってみてどうかだよね。はい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 、あーでもね、あ、いや変わる、取った感変わる、今の取り方したら変わる。うん、衝撃が少ないからふわってなる。ただですね、分厚い水のプロの、キャッチャーミットで取っていくとちょっとふわっとした感じはある。普段使ってない人間がつけたら違和感はあるね、やっぱ。でもその僕今はやっぱこっちの手の甲とか汗かいてるんですけど、それがグローブにひっついてる感っていうのはやっぱりない、そこはない、守備手っていう点ではメリットなのかなっていうふうには思いますね。まあちょっと手のひらまで今汗かいてないからね、ミットが滑り落ちてくとか、なんかこういうふうにめちゃくちゃ押し込まないと落ちちゃうみたいな感じはちょっと今まだつかめてないですけど、だからね、夏使うんだったらパッドなしがおすすめかなとは思いますね。うん、手の中の動きっていうのは変わらないかなっていう風に感じますね。はい、じゃあ次はね、スラッガーのフィンガーサポーターをつけてやっていきます。これも守備手のパッドと同じぐらいの感じのパッド感です。こっちはね、ラムついてないのでサラッとしてるけれども、まあ蹴り側が嫌な人とかちょっと衝撃がついなっていう人なんかにはすごい向いてるかなっていう、本来はそういう商品なので、ちょっとこれつけて守備手の人がこれに変えたっていう想定でやっていきます。手の中はすごい楽、めちゃくちゃ楽、手の中は楽だね。はい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 、なんだろう、でもどっちかって言うとあれかな、思ったのは守備手してた方が手の中のズレの動きないね。まあ当たり前なんだけど一枚噛んでるしっていう点では、うん、もちろんそうなんだけれども、なんか今外した時により感じた、取ってて取ってる感の、まあもちろんね、あの水のプロで軟式のボール取ってるんで、まあ取ってる感で言ったらさっき同様ここにパッドがあるからね、衝撃感っていう点ではやっぱ少なくはなっていますね。でその衝撃感とか減り側を本当に減らしたい、避けたい人にははめてても、おお、さっきとは変わらない人差し指の感覚だなっていうのは感じますね。うん、でもやっぱ涼しい、こっちの方がさすがに。そう、取った時に低めのボール取ったら今ねちょっと親指出たんですよ。まあここの水のプロのね、元々の、形状的に手首口ベルト部分が、ちょっとリラックスめっていうところもあってちょっと出ちゃうんですけど、守備手の時は逆にそれなかったかなって感じですね。衝撃だけを見たら取ってる感が欲しい人だったら素手の方が絶対。最後ね、僕普段素手なんでちょっと素手で取っていきます。あー、俺はこれがいいわ衝撃もやっぱ感じるから取ってる感っていうのは一番ある。
ただ、まあ、さっきね2つ前で手引きをしてたりとか1個前でね、フィンガーサポートしてたからちょっと手がねずれ落ちそうな感覚は少しあります。やっぱはい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 、今も芯で取ってないんですけどここであるなっていうのは手のひなの感覚が一番伝わってくるなっていうのをしますね。ただまあ水のプロだからっていうのもあるんですけど、このねムートンの部分がめちゃくちゃ水のプロって分厚いんですよ。高級なものなんで蒸れ感は一番ある。素手がはい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 、うん、俺はこれかな。夏でも多分軟式の人だったら素手で本当にいいと思うんですね。まあただそっか、めちゃくちゃ汗かく人だったら守備手だな。今ちょっと取ってた感じだと僕そんなに汗かく方ではないので、そういう自分の体の体質とかでも変えるべきなのかなっていうふうに思いますね。はい、じゃあねちょっとキャッチングもまあ キャッチボールとあんま変わらないと思うけど、ちょっと気合い入れて取っていこうかなと思います。はい、まず守備手から。あー暑いけど、暑いけどいいかも。これもこれで手の中の動きっていうのは締められるし、まあねちょっとさっきで汗かいたので、逆にそうさっき素手から今守備手に変えてみたらこれもこれでいいなって感じしますね。あーでもやっぱ取った感少ねえわ。今も結局見ちゃったから感覚は減る。あーよしよし、分かれるな。これ好き嫌いマジで分かれそう。あちゃー、僕は我慢強くはなかったみたいです。熱い、あ涼しい、手が全然違う。ちょっとフィンガーサポートやっていきます。やっぱ涼しいです。でもなんだろうな、手の中にモワット感を守備手より感じるかもしれない。逆に OK 普通にナイスボール。いや熱いよ、ジメッとしてるし。でも守備手よりかは、うん、熱くない。 OK じゃあノーマルいきますか。普段のね、状態に戻していきます。あーうん、やっぱ一番あここで取ったっていうのは分かるね。本気でキャッチングしに行っても、今のも縦取りしたんですけど、縦取りってね感覚あどこで取ったかなって思うこともあるんですけど、やっぱ素手だとねちゃんとしっかりと感じることができます。 OK はい、今じゃあこれやってきました。守備手、フィンガーサポーター、素手、やってきました。やっぱね三者三様っすね、どれでもやっぱいい面もあるし悪い面もあるっていうような、感じでした。はい、まず使ってみて守備手、やっぱ手の中の動きとか手汗のブレっていうのは少なかったです、この中で一番。ただ分厚すぎて手の感覚はやっぱ少しなくなるかなっていう感じではありますね。開く裏にどうしても汗とかをつけたくないっていう選手とか、その分ねひび割れが起きたりとか、まあ、匂いの原因にもなるのでね汗っていうのは、でそういうの避けたいって人なんかはまあちょっと暑さを我慢して使う、まあちょっとあと感覚ね、軟式野球っていう点では感覚も少しやっぱ落ちてきちゃうかなっていうのもあるので、そこはちょっと気をつけて使っていただければと思います。はい、続いてフィンガーサポーター。正直この3通りの僕のね3通りの中だったらまあ使わないかなって言ったような感じではありました。もちろんね、ヘリ側が気になる。特に今使ってた水のプロって、レギュラーバック気味、なので、ヘリ側があるんですよね。普通のキャッチャーミットだったらヘリ側ないんですけど。まあでも普通の内周外周ファーストミット、とかだと、ついてる。ヘリ側ついてるので、そういったところを考えると、当たるのが本当に嫌な人っていう点では、手全体囲まれたくないっていう人なんかは、やっぱこれが一番、おすすめかなと思いました。で、最後、まあ素手。まあ普段ね、僕がちょっと素手で、やっているので、まあもちろんやっぱ素手が一番取りやすかったです。でも、水のプロはね、まだ買ったばっかで今年まだ夏を迎えていないので、まあ叫びだから薬指のところにね、滑り止めみたいなのがついてたりっていうのがあって、落ちたり接近にはなって、もちろんね、もともとなってはいるんですけれども、そういう点、以前のカムイとか、まあ小さいミットだったから落ちないっていうのもあったんですけど、ちょっと大きいミット、にしてみたところで、落ちちゃうんじゃないかなっていう怖さは、なんか逆にこれを使った後だと感じる部分はありました。なので、総括で言うと僕はパッと出しの守備手っていうのが結構ありなんじゃないかなっていう
オールマイティなのがそれなんじゃないかなっていうような感じしましたね。まあ三者三様で、それぞれいいところもあったし、まあちょっとねデメリットっていう点では、どれもあったので、皆さん自分のね、体に合うものを選んで、ぜひ趣味についてみてください。はい、ということで本日は、夏ということで暑さを取るのか感覚を取るのかとか、まあそういったところ全部含めて、守備手フィンガーサポーター素手でちょっとキャッチボールの方をやってきました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは。よいしょー、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、よいしょー、よーし、いけいけいけ、そう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 、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。